いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。前回は北条の泉を建てることに決めたんだよね。そうそう、まずは北条の泉の作り方を確認してみようか。総資産はクリアだね。あとは北条の泉を配置すれば OK と。北条の泉は設置物なんだね。どうやって作るんだろう。確か石工が作れるって話だったと思うけど。これか。石と金インゴットと食べ物の寄贈箱。食べ物の寄贈箱？そんなものあったっけな。寄贈箱は料理人が作れるこれだね。ポヨのホットパイ、百姓パン、羊のあばら肉の炙り焼き、トウモロコシのバスケット。ポヨって何？そりゃあもうピンクの悪魔じゃなくてこの世界の鳥さんだね。つまりポヨと羊の素材が必要であるということ。それはすなわち羊飼いが必要になるということ。これはあかねちゃんに羊飼いになってもらうしかないね。あかねちゃんは羊飼いになったるで。あとは金インゴットも必要ということで、ササラちゃんの鍛冶屋レベルを上げないといけないね。現在ササラちゃんは絶賛金属を精錬中です。ということで、あかねちゃんを羊飼いに昇格させます。いつの間にか、罠師レベルも5まで上がってたね。そうすると罠師がいなくなっちゃうから、後継ぎが必要だね。なんか、ゆかりさんが疲れてる。どうしたんだろう？あ、さっきの敵にダメージを食らったのか。あとは人間関係にも問題があったみたい。そこをこっちから介入できる方法ってあるかな？現実なら部署を移動させたりだけど、ここではどうしようもない気がする。あ、作業場を作ればいいのか。というか今まで作ってないのがおかしいのか。結局、家と倉庫しか作ってないもんね。あかねちゃんが羊飼いになりました。羊飼いあかねちゃんやで。羊飼いは周辺の動物たちを連れてきて飼育することができます。早速、連れてきてもらいましょう。まず最初に、放牧地を設定する必要があります。放牧地の広さによって、飼育できる動物の数が変わります。このくらいでいいかな。あ、飼育できる動物が3種類いるんだ。なら、もっと細かく分けないとダメかな。とりあえずお試しでやってみよう。そうだね。じゃあこのくらいで。まずは、羊牧場にします。あ、この広さだと2匹しか飼えない。まあまあ、お試しだし。あとは、ポヨの飼育スペースも作っておきましょう。こっちは3匹飼えるんだね。それじゃあ、あかねちゃん、よろしく。よし、来た。森の奥の方に行ったね。そっちに羊さんがいるのかな？あ、いた。よしよし、ええ子やで君は。君はええ子やから、いっぱいご飯をあげるで。こっちについてくるんやで。えへへ、君は可愛いな。あかねちゃんも可愛いな。しばらくこちらの映像をご覧になってお待ちください。これは癒し、間違いない。また、羊飼いあかねちゃんを眺めるだけの動画を作ろうかな。ありありのあり。さて、羊さんはこのように、羊毛の採取ができます。それをお利口さんが使えるんだよね。そうそう、家具とか装飾品も、いろいろ作れるようになるね。それとさっきあかねちゃんが言ったように、動物の飼育には餌が必要です。料理人が作ってくれます。材料は安いね。あと、コメントで教えていただいたことですが、たまに、住民が動物をペットにすることがあります。もちろんペットにも餌が必要でして、人間と同じような食べ物が必要になります。ただ、ペットはチェストから食べ物を取り出して食べるという、ハイレベルなことはできないわけでして。ですので、すべての食べ物をチェストに収納するのではなく、一部はペット用に、外に置いておく必要があるんですって。あらら、全部中に入れちゃってたね。ペットが餓死すると住民の心情に影響するので、幸福な街を作るには必須です。おしゃべりでごまかしてたけど、羊さんが寸前まで放置してたな。ふははははははは。録画時は忘れてたよね。時間は巻き戻りまして、高橋を弓兵に昇格させます。高橋は脳筋だし Z 軸がないけど、大丈夫かな？
なんか落としたよ。歩兵の時に装備してた防具だね。歩兵が装備できるような防具は弓兵には装備できないみたい。モンハンと同じだね。さて、なぜかまた同じ場所にゴブリンの巣ができていましたので、戦力も揃ったことですし、一発殴り込みに行きましょう。準備は OK？ レディーゴブリン、討伐完了です。高橋の弓がめっちゃ強くない？戦利品は回収しておきましょう。そして、弓兵の強さを物語るシーンが撮れました。うわぁ、これ、一方的に攻撃できるじゃん。かなりのせこさですね。この後、ずっと放置してたんだけど、いつの間にかこの墓地は更地になってました。構造物も弓で壊せちゃうんだね。そのせいで結局わからなかったんだけど、この建物、何だったんだろう。少し早いですが、羊さんと添い寝する茜ちゃんの様子を見ながら、今回はここまでです。そしてようやく、ゴールデンウィーク中に行った録画を消費することができました。やっとコメントが反映できるね。まずはペット用の餌を置くスペースを作って、それぞれの作業用スペースを作って、あと、今まで敵襲があった時は警戒モードで対応していたけど、対応するための編成を作った方がいいらしいのでそれを作って、さらに街を装飾していって、家具もグレードアップして、そんな感じで進めていこうと思います。やること、たくさんだね。それでは、また次回をお楽しみに。あ、次回の前に、茜ちゃん観察動画が上がると思います。